プロボクシング、WBA、WBC、IBF、WBO 世界スーパーバンタム級、55、3キロ以下、タイトルマッチ12回戦王者、井上直弥 WBC 同級1位ルイス練り、5月6日、東京ドーム、世界4団体スーパーバンタム級統一王者の井上直弥、大橋、が25日、横浜市内の大橋ジムでスパーリングを行った。 26歳でプロ戦績26勝 13KO1 敗の WBA 同級11位ケビン・ゴンサレスメキシコを相手に8回と長めのスパーリング意図について名古屋本人はおととしのバトラー戦からからラウンド数は多くしているその延長線上として継続しているもともとの腰痛などの故障も少なくなったので長いラウンドをやっていると説明 一昨年にバンタム級53、5キロ以下4団体統一戦を戦ったポール・バトラー、英国戦前から言っている調整法だとした。昨年12月、元 WBA、IBF 同級統一王者のムロジョン・アフマダリエフ、ウズベキスタンと WBA 挑戦者決定戦で対決し、8回 TK を大負けしたゴンサレスと共に、 17日から練習パートナーとして14戦全勝。10KO、デモと WBC ユースフェザー級オジャジョナタン・ロペス、米国、も来日。この日、一人を相手にしたスパーリングを行ったことについて井上は、感覚的にペースをどちらがどう握っているかがわかりやすくなる。二人で8ラウンドを消化するときはスタミナと集中力を意識するのが目的。一人で8ラウンドを消化するときは、 各ラウンドで相手とのバランス、組み立て方、同じように疲労を貯めた中での駆け引きを意識するのが目的になる、としている。スパーリングパートナーについて、二人ともネリには似ていない。ただタイプの違う2選手に対して、自分のボクシングの幅を広げていけば、絶対にネリに当てはめることができる、とモンスター。現時点での不安について、ないですね。調子よく仕上がっています。 万全と言える、と5月6日の東京ドーム決戦に向け、調整は順調に進んでいる。戦績は30歳の井上が26勝、23KO、29歳のネリが35勝、27KO、1敗。